こんにちは、日本改革党くつざわです。ミッドナイト様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。そういえばですね、深夜のミッドナイトとモーニング朝って音速のソニックとか力こそパワーと一緒じゃなかろうか、同じじゃねえかみたいな、他にもこういうのあるんでしょうか。台風13号関東直撃、私んとこは雨も風もさほどでなく終わってしまいました。小降りのまま、なんか今晴れてるみたいなんですけれども、千葉はひどくてあちこちで土砂崩れ警報出てたみたいなんですけれども、皆様の地域はいかがでしたでしょうか。牛60頭を食い殺したヒグマのOSO18 を駆除したハンターと猟友会と町役場に500件以上の伝達、かわいそうとか言って、害獣を駆除したハンターを執拗に叩く勢力がいるのはなぜなのかっていう疑問に対してですね、民間人の武装は自分らの暴力革命の邪魔になるからっていう指摘があり、納得、大納得であります。そういえばですね、柔道は危険だ、怪我も多いっつって学校の授業から柔道、剣道を取り除こうって頑張ってた連中がいたような気がします。強い民間人は嫌なんでしょうね、こいつらは。ハンターに伝達してたやつらとこいつら、柔道、剣道、学校で教えんな、っていうのは一致するかもしんないですね。将来的に暴力革命目指してて民間人の無力化に今から励んでるっつう、暴力革命を目指してるから監視しときますって公安に、宣言されてるところもありますけれども、となればですね、義務教育にですね、剣術、槍術、弓術を取り入れたらこいつら問死するんじゃなかろうか。簡単竹槍作りとか、剣道とか、弓道とかは礼儀作法がうるさくて、うるさいっていうか、礼儀作法も込みで教えますんで、あと人の生き方みたいなところも教えますんで、そういうんじゃなくて術ね、柔道じゃなくて柔術剣道じゃなくて剣術、槍術、槍術、弓術、弓の扱い方ぐらい、当て方ぐらい、でいいからさ。ネットニュースではジャニーズ関連で持ちきりですが、昨夜から今日の夕方までずっとツイッターのトレンドがソーセージでした。将来的に若い男を手ごめにすることをジャニルであるとかジャニーしちゃうっていう動詞ができそうだな。ジャニーな2人、ジャニーなどの形容詞もできちゃうかな。長妻、立憲の長妻や東京新聞磯子や朝日新聞の藤原って記者が徹底的に調査をとかほざいてるみたいなんですけど、被害者の中にはね、もう忘れたいであるとかほっといてほしいって人もいるでしょうから、部外者がギャーギャー騒ぐのやめてあげてくんないかな、そーっとしておいてやったらいいのにな、なんて、私は思っております。7月の実質賃金、前年度比マイナス 2.5% になっちゃいました。16ヶ月連続下落。原因は物価高に賃金上昇が追いついていないから。つまり、賃金上がるよりも、大幅に物価が上がって上がって上がり続けて。試験ですけど、経団連発表の賃上げ平均は 3.99% だったんだって。ですけれども、今年の経済成長は 4.8% って予測されてるので、その分賃上げ足りないですよね。経済成長 GDP が 4.8% 増加するだろうって言われておりますから、物の値段も 4.8% ぐらい上がっちゃうんじゃねえの。経団連平均は大手でしょ、で中小は 4% も上がんないんじゃないのかな。GDP4% 増に下方修正、経済成長に賃上げが追いついてないっていうのは、外国人実習生っていう奴隷貿易で企業がズルしてからですね。公園使用許可が出来上がったと連絡来ました。
申請して、まあ、1週間以内に、じゃあ、許可書を作りますって、取り来てくださいね、って言われるんですけれども、連絡来ました。10月1日、外国人実習制度廃止デモを開催いたします。台風来ないといいな。日本人の賃金を上げることを妨害している。毎年数千人の失踪者を出し、不法滞在者を増やし続けている。外国から奴隷貿易と指摘され、非難されている。将来的に強制労働させられた、訴えられる恐れがある。日本の評判が悪くなるという、そういった理由で外国人実習制度廃止デモを行います。2015年安保法改正、パヨ集団的自衛権容認は憲法違反、800人という大集団で提訴、2023年、9月7日、昨日ですね、最高裁、合憲。こういうので最高裁まで頑張ると8年かかるんだ。その間安定収入があった弁護士、ウハウハですね、これね。もうパヨとつるむのやめらんねえや、これってね。世論、正義は勝つ。パヨ、負け、また負けたんか。パヨ、かわいそう。パヨの周辺は、争いだらけ。パヨ、布団判決。首刈り共産共闘かな。賠償金まで求めてるのは、正直、うさんくさい。9条の方が間違ってるとは思わないのか。800人以上のバカをよく集めましたね。決心まで8年、経過。漏水でぶっこしたパヨも何人かおるんじゃなかろうか。漏水でぶっこした原告も800人の中には何人かおるんじゃなかろうか。集団的自衛権は違憲って、裁判、訴えるのに集団で訴えるって矛盾を感じないんだろうか。このパヨどもは。安保法改正はですね、我々の平和に生きる権利を侵害した、金をこせってずうずうしい要求もしてたみたいでありますけれども、最高裁、平和に生きることは国民の具体的な権利とは言えない、却下。よくわかりにくいんですけども、平和に生きる定義が曖昧ですね。騒音とか事故、まあ部屋に車突っ込まれたとか、そういうので平穏が脅かされたら、個別にね、損害賠償訴えるまでもいかなくても、まあ話し合いで、賠償金ぐらいぐらいで話しつけたりするわけだし、殺されたくない、奪われたくない、家を奪われたくない、金を奪われたくない、傷つけられたくない、怪我させられたくない、っていうですね、生物が生まれながらに持ってる権利を自然権って、言いますけれども、こいつら日本人がのそれを否定してる邪悪な存在なんですよね。9条、日本人は抵抗せず殺されろって信じる邪教徒っていうか、じゃあ日本を守るために米兵が死ぬのはいいが、我々が戦うのはダメっつーの、そういうの安保のただ乗りっていうんじゃないの。お前らが気に入らないのは同盟そのものじゃないの。なんて正論ぶつけとですね、フリーズしてしばらくしと再起動、また同じことをわめき出すっていうロボットさんがパヨであります。負けたことにストレス感じて免疫落ちて風邪ひけって感じ。ASEAN 出席中の増税メガネ、港湾道路鉄道空港整備に2兆8000億円の円借款を行う、パヨばらまきがネット、いや貸すだけ、パヨ貸し付けって言ったっていつも踏み倒されてるだろう、ばらまきで間違いない、頭が悪いな。世論でコテンパンになっておりました。中国向け円借款も全て利子付きで返還されているが、JICA の年次報告書で確認せよ。IMF 管理下に置かれるから、どこも踏み倒さない。ローン組ましてあれこれ買わしてるだけだぞ。利子分もかかってる。やればやるほど黒字の商売だぞ。頭すごく悪いんやな。日本、港の整備しませんか。整備費用はこれぐらいかかりますね。使いやすくなることで、リターンがこれぐらいありますよ。10年だとこうですよ。20年でも元取れますよ。あとは未来永劫儲かりっぱなしですよ。外国政府、資金が、日本、うちの業者使ってくれたら貸しますよ。利子がこんぐらいで、お気に入りような整備計画、工事の図面もお持ちしますよ。その工事、本当に必要かどうかは関係ない。日本にしてみたら。その気にさして、
金を借りるように仕向けさせればいいと、外国政府ほんまでっかありがたいなで、あの日本のゼネコンが乗り込んでって港の工事をして代金を受け取って、で、外国政府には借金が残ると、まあまあ、 あの港が良くなるっていう利点、港が良くなることによって得られる利益っていうのが元取れるますけどね。かくして外国政府には恩が売れて利子分儲かってゼネコンに利益誘導して票と寄付と選挙の人手をゲットする仕組みっていうのが円借款ですね。踏み倒した国は IMF の鬼畜管理下に置かれ、整備した港の使用権を奪われたり、新たな国債発行を禁止されたりするので、踏み倒す国は滅多にない。1990年代のアジア通貨危機とかいう時に韓国が IMF の管理下に入ってなかったっけ？確か入ってたような、ちょっとうろ覚えですね。ウクライナに車両とヘルメットとミリ飯を支援、こちらは返ってこない本物の支援支出ですね。ウクライナがロシア軍を追い出した暁に、復興事業にかましてもらうっていう下心はあります。G7 先進国たるもの GDP1% ぐらいの金額は海外支援すべきだよな。ちら、近年日本に圧力かけてます。1% の根拠は全然不明なんですけど、自分ら 1% ぐらいやってるよな、チラっていうのが根拠になってるのかな。今の倍ぐらい海外支援にお金を落とさないと 1% にはならないみたいであります、日本の場合ね。G7 の常識なんか知らねえってばね。あんな支援が好きだったら自分の国だけ自分らの金で好きなだけやったらいいんじゃないのって、話なんですけど、アフリカに学校を建ててやると柱や壁にばらして売ると、井戸を掘ってやると組み上げポンプを売り飛ばす、近隣部族が奪いに来て殺し合いになる、何十年援助しても無駄なもんは無駄だって、アフリカなんかもう70年も80年も援助してんじゃねえの、全然良くなんねえんだから、もう無駄って見切りつけたりになんねえのかな。海外に援助するために海外から労働力輸入してですね、日本人の賃金上がらないんじゃ本末転倒ですよね。そういえば、あの外国人実習制度で得してるのは企業、農家、企業は、ゴミマスのスポンサーですから、CM だってね出してね、ということで、あの実習制度反対デモはどこのメディアもゴミも報道しない、取材に来ないと予想しております。小学校教師27歳、俺はロリコンだ、女の子女児、どちらとしたいなどと叫びながら G 行為をしている約20秒間の動画をツイッターに投稿、逮捕&免職処分と、記事タイトルって私てっきりね、あの横の国の話かと思ったらなんと埼玉でした。あまりにもあの驚いて、埼玉だったっていう事実に驚いて、こんな気が狂ったやつがね、頭おかしいやつが埼玉だっていうことに驚いてつい取り上げてしまいました。いやー、まさか日本の出来事と思わなかったな。不快だったら、あ、ごめんなさい。横の国のですね、男性教師がなんか生徒が言うこと聞かなくて腹立ち紛れに発作的に学校廊下で G 行為、なんでだ、動画をアップされて人生終了ってもう10年ぐらい前のことでしたっけ。私これにすごく衝撃を受けた。なぜならですね、私獣医じゃないですか。で、生理学って授業で、交感神経副交感神経、詳しく覚えさせられんですけど、だいたいですね、腹立ち紛れ、腹を立てているときは交感神経が優位になってて、まあアドレナリン出ますよ。そういうときって戦闘モードに体がなる。毛細血管は収縮する、睾丸は縮み上がる、腸は動きを止める、そういうようなですね、戦うモードなんですけど、腹立ってるときになんで G 行為、そういう気持ちは失せるんですよね。でね、この横の国の男性教師は、その私が習った生理学にことごとく反しているんで、大変な衝撃を受けました。この動画には。なんで？
怒るとなんで、でね、まあ、副交感神経ってリラックスモード、腸は活発に運動を始めて消化活動を始めるであるとか、毛細血管は拡張して血圧が下がるであるとか、アドレナリンいっぱい出てると痛覚が鈍くなるっていうのもあったな。なんか腹刺されても気がつかずに戦いを続けるみたいなね、そういう私のそれまでの知識をことごとくぶち壊したこの横の国の腹立ち紛れに自慰行為する、男性教師っていうのは、この動画見ましたけど、周りで女子生徒がキャーって言いながら逃げ惑っててすごく面白かったであります。27歳の親っつうと多分私と同じぐらいの年齢と思うんですけども、父親も母親もいたたまれませんね。転職してこれ引っ越すしかねえな、気の毒な。で、本人はもう同窓会行けないですね。誰それちゃん、あ、こんなことやっちゃったんだ、どのつって同級生同士ですげえ、ま、話題になっちゃってね。結局学校もクビになったみたいですけど、こういうやつはもう治んねえから一生子供に近づけたくないですね。まあ親としてはそう思います。まあ私の子供ももういい年ですけどね。というわけで、メール当院さん大丈夫募集であります。毎日届く、読むだけで頭が良くなるメール、ガンも治る、タンスの角に足の小指をぶつけなくなるメールをご購読くださって、嘘ですけどね、日本改革とご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。